皆さんこんにちは、小春立花です。昨年の秋、コナインズさんが呼びかけて多数の方に参加していただいたアクションカメラで紅葉を撮ってみた、盛り上がりましたね。そして春には当チャンネルで呼びかけた私のカメラで桜を撮ってみた2021、多数の参加ありがとうございました。さて、今年も紅葉で作品を持ち寄ったらどうかと思い呼びかけてみます。ハッシュタグは比較的簡単な紅葉を撮ったよ2021を提案します。紅葉を撮った2021では意図しない人のタグとダブル可能性が高いので、あえてよを付け足しました。以下、ほとんどが桜の時の引用でした。1、参加資格。紅葉を撮った動画を YouTube にアップすることが可能な人。2、動画について。撮影機器は動画を撮れるカメラだったら何でもいいです。スマホしか持ってない人、コンデジしか持ってない人 OK です。ジンバルカメラ、またドローンによる空撮も大丈夫です。できるだけ何で撮ったか見ている人が分かるようにしてくれるとありがたいです。ただし、静止画を並べただけの作品はご遠慮ください。 YouTube は動画サイトですからね。制作した動画の長さの半分以上は動画でお願いします。ポイントごとに静止画を入れたりするのは問題ないです。3、参加方法。アクションカメラなどで紅葉を撮影して動画をアップするときに出てくるタイトルの下の説明を記入するところ、動画の説明欄、概要欄と言っている人も多いけどの説明文の後に、半角シャープに続けて紅葉を撮ったよ2021と入力しておけば参加したことになります。これでタイトルの上に紅葉を撮ったよ2021のリンクが現れたはずです。そのリンクは紅葉を撮ったよ2021のハッシュタグをつけた動画の一覧につながります。これで同じ志を持った動画のみ見られますね。高評価ボタンを押して応援してやってください。もしよければチャンネル登録やコメントもよろしくね。このようなことから、参加すればアクセスアップにつながると思いますし、いい動画をアップしていればチャンネル登録が増える可能性もあります。デメリットは、コメントの返信が面倒な人には負担増かな。またチャンネルの通常アップしている動画のテーマとかけ離れているとマイナスに作用する場合もあります。例えばゲーム実況のチャンネルでいきなり紅葉動画を入れても視聴者さんが混乱しますし、 YouTube のシステム上も不利に作用すると思われます。このあたりは各自判断願えます。また今年の動画であれば、すでにアップ済みの動画でも参加可能です。ハッシュタグを追加して参加してください。それと、特定の個人に負担がかからないようにするため、ランキングや商品提供は行わないようにします。あらかじめご了承ください。それでは、日本の秋の動画、みんなで楽しみましょう。以上、当チャンネルからのお知らせでした。背景の動画は国道256号線の長野県内西内寺トンネル付近です。2021年11月7日です。少し早かったようですが、そろそろ見頃ですね。妻籠宿の観光の後、こちらへ回って園原インターから帰りましたが、妻籠宿の動画は他の編集が滞っているのでかなり先になりそうです。これで私は退場しますが、しばらくの間ドライブ動画をお楽しみください。